イングランドで根強い人気を誇るスポーツサッカーは労働者階級の間で生まれました。初めは農村部、産業革命の時代になると都市部でも盛んになりました。ルールが統一されたのは19世紀。20世紀になると大勢のサポーターがスタジアムの観客席を埋め尽くし、地域のチームに熱い声援を送るようになります。サポーターは雨の日も晴れの日も急勾配のスタンドで肩を並べて応援しました。しかし1989年4月、ヒルズボロスタジアムでスポーツ史上最悪ともいえる事故が起こります。観客が折り重なって倒れ、96人が死亡、200人以上が怪我をしました。事故当時のことを覚えていますか？大変な惨事でしたが、痛ましい出来事でした。今こうしてお話ししていても動揺します。本当に恐ろしい事故でした。私は子供の頃からずっとサッカーに親しんできました。あんな悲劇は二度と起きてほしくありません。再発防止策を考え、前に向かって進んでいくしかありませんでした。この悲劇はやがて今日最も有名なサッカーリーグの一つ、プレミアリーグ創設の決断に結びついたんです。これはその当事者たちが語ったリーグ誕生までの知られざる物語です。プレミアリーグが圧倒的な成功を収めていることを否定する人はいないでしょう。プレミアリーグはサッカーの世界を20年前には想像もできなかったものへと変えました。1990年11月16日金曜、テムズ川のほとりにそびえる高層ビルである夕食会が開かれました。厳重な警備が敷かれたこの極秘の会合に招かれたのは、当時のイングランドのプロサッカーリーグ、フットボールリーグの強豪チーム、アーセナル、マンチェスターユナイテッド、トットナムホットスパー、エバートン、そしてリバプール、通称ビッグファイブのトップたちです。しかしフットボールリーグの幹部たちはこの夕食会のことを知りませんでした。あれから20年、再びビッグファイブが顔を揃えました。アーセナルのデイビッド・ディーン、リバプールのノエル・ホワイト、エバートンのフィリップ・カーター、マンチェスター・ユナイテッドのマーティン・エドワーズ、そして最後に到着したのはトットナムのアービング・スカー。20年前の夕食会を主催したのは、当時イギリスの民間放送最大手 ITB の重役だったグレッグ・ダイクでした。 ITB はその2年前にフットボールリーグと4年間のテレビ放映契約を結んでいました。ダイクは ITB との契約について我々クラブチームがどのように感じているか、それを知りたかったんです。満足していると伝えると、ダイクは他の話題に移ろうとしましたが、そこで引き止めてこう聞いてみました。もし我々がイングランドのサッカー界を変革して新しいリーグを作ったら、放映権を買ってくれるかと。そんな話になると予想していましたか？はい。問題は彼らにそれをやる度胸があるかということでした。強豪クラブは皆、自分たちがクラブの価値に見合っただけの代価を得ていないと感じていました。初めからフットボールリーグを離脱することを考えていたわけではありません。我々はただ一部リーグのクラブにふさわしい権利を手に入れるべきだと思っていたのです。あの時とりわけ興味深かったのは、全員がサッカー協会の承認なしに離脱はできないと言ったことです。
The Football Association is recognized internationally as the leading authority in English football. Every other league has recognized the FA to join the FA. Now, the FA was the FA の内部に強力なコネがありました。当時はリバプールの黄金期でもありました。誰かが ITV の代表は外してもらえない。我々だけで話し合いたいので20分欲しいと言ったのを覚えています。ホワイトは FA の評議会メンバーでした。20分が過ぎ、部屋に戻ってきた大工に決まりましたかと聞かれましたが、まだ結論が出ていませんでした。それで、まだ時間があるから話し合いを続けたいと答えました。それから 1,2 時間で彼らはフットボールリーグから離脱してプレミアリーグを設立するのは今しかないという結論に達したのです。こうしてプレミアリーグの構想が出来上がりました。この決断に至ったわけを理解すれば、少なくとも10年遡る必要があります。イングランドのサッカー界では、サッカー協会 FA とフットボールリーグが長年対立していました。FA はイングランドサッカーを統括する競技運営団体。一方のフットボールリーグは92のクラブチームを擁し、サッカー界の収入の大半を稼ぎ出していました。1980年当時、グレアム・ケリーはフットボールリーグにいました。フットボールリーグとサッカー協会の関係はどうだったのですか？愛憎愛半ばする関係といったところです。フットボールリーグと FA は常に対立関係にありました。フットボールリーグはより大きな権力を手に入れようとし、FA の方は既得権益を手放すまいと懸命だったのです。フットボールリーグは内部の対立の火種を抱えていました。強豪クラブは自分たちの意見がリーグの運営にほとんど反映されないことに不満を感じていたのです。The club, they had one vote, the club, and then the threes, of course, had eight votes. Yeah. So they could always stop us. Yes. Whatever we wanted to tell them. I remember suggesting uniform に選手の名前を入れようと我々が提案した時も、下部リーグが反対したために実現までに何年もかかりました。今では世界中で当たり前になっていることなのに。我々は内部リーグだけの規定を導入したかったのですが、できませんでした。だから新しいリーグを作る以外、方法がなかったんです。ビッグファイブがフットボールリーグからの離脱を考えたのは、あの夕食会が初めてではありませんでした。ビッグファイブはそれまで9年にわたって非公式に会合を重ねていました。彼らを結びつけていたのはフットボールリーグに対する不満です。下部リーグは我々の収入に寄生していました。そうした会合を重ねるうちにプライベートなクラブのようなものができたんですね。そう言っていいと思います。ビッグファイブと呼ばれた5つのクラブが自主的に会合を開き、どうやってサッカーを進歩させていくか話し合っていました。そして自分たちがやらなければ何も変わらないと気づいたのです。サッカー界を前進させる方法は我々がフットボールリーグから離れることでした。収入が増えるならとどまろうという気持ちもなかったわけではありません。ビッグファイブはアメリカンフットボールリーグのマーケティング手法を参考にしようと考えました。アメリカンフットボールの試合はエンターテインメントです。 PR からテレビ中継に至るまでアメフトの魅力を最大限引き出していました。私はルールを理解しようと一生懸命見ていたのに、売り子の声がひっきりなしに聞こえてきて、ビールとホットドッグをあっちへ渡し、代金をこっちへ渡した。つい家では何も食べさせてもらえないのと聞いてしまいました。
スでは、イングランドのサッカーファンが殺風景でサービスのない状態で観戦しているのと対照的です。当時のイングランドのサッカー、試合以外に娯楽の要素ほとんどありませんでした。ハーフタイムの休憩は10分だけ、それを15分に変えるのは大変なことでした。10分ではトイレに行くか、ハンバーガーを買うか、どちらかしかできません。サポーターは立水の余地もない窮屈な立ち見席で観戦し、トイレに行くには長い列に並ばなければなりませんでした。なんとかこれを変えていく必要がありました。1985年、イングランドのサッカー界は立て続けに悲劇に見舞われます。5月11日にはブラッドフォードシティのホームスタジアムの観客席で火災が発生、56人が死亡しました。続いてバーミンガムシティのスタジアムで壁が崩落し1人が死亡。その3週間後にはベルギーのブリュッセルで行われたウェファチャンピオンズカップ決勝戦でリバプールのサポーターの一部が暴徒化、死者39人、負傷者454人を出す大惨事になりました。この後イングランドのクラブは5年間欧州サッカー連盟が主催する大会への出場を禁じられました。暗黒の時代でした。サッカーの試合を観戦中に多くの人命が無益に失われるなど、あってはならないことです。ヨーロッパの大会に毎年出場し、多額の収入を得ていた強豪クラブにとって、それを失うのは大きな痛手でした。各地でフーリガンの問題が発生しました。マイナーなクラブも例外ではありません。女性や子供はほとんどスタジアムには行けませんでした。サッカーの記事が新聞の一面に載るようになったんです。サッカー界とテレビ局の関係はこれまでにないほど悪化しました。1985年、初めてテレビ画面からイングランドサッカーが姿を消しました。フットボールリーグは公共放送の BBC と民放の ITV が結託し、放映権料を引き下げようとしていると非難しました。アーヴィング・スカラーは当時テレビ局との交渉を担当していました。事実上のカルテルでした。両者は手を結び共謀していました。同じ文面の書類を送ってきました。違いはコンマの位置くらい。放映権の金額を引き下げるために2社は連携して行動していたのです。サッカーのテレビ放映の価値を引き下げようとしていました。我々は過小評価されていました。1980年代の半ば、テレビにとってイングランドサッカーがどれほどの商品価値があるか誰も正確には分かっていませんでした。 BBC と ITV はフットボールリーグに1シーズン390万ポンドを提示していました。民間の調査機関の報告によると、 BBC と ITV が示した金額は当時のサッカーの市場価値を大きく下回っていました。さらにフットボールリーグの内部でも各クラブが放映権料の分配をめぐって激しく対立していました。弱いクラブもマンチェスターユナイテッドやリバプールと同じ額を受け取っていました。これはおかしいですよね。テレビ局が放映したいのはマンチェスターユナイテッドやリバプールのような強豪の試合だけなんですから。フットボールリーグには92のクラブが所属していました。シーズン中に何回放映されたかに関係なく、分け前は92分の1ずつなんです。1985年9月、ビッグファイブは再びフットボールリーグからの離脱について話し合います。この時はニューカッスルユナイテッド、マンチェスターシティ、サウサンプトンも招かれました。彼らは皆、視聴者が本当に見たい試合をしているクラブが弱小クラブより多くの分配を得て当然だと考えていました。ずっと不満がくすぶっていました。だから離脱の話が消えることはなかったんです。1988年、フットボールリーグは創設100周年を迎え、世界のスーパースターが式典に花を添えました。しかし一方ではビッグクラブによる離脱の動きがあるという噂が絶えませんでした。
この年の1月、ビッグファイブはロンドンのセントジェームズ通りにあるホテルで開かれる会議に出席するようフットボールリーグから要請されました。議題はテレビの放映権についてでした。新しくできる衛星放送局 BSB が試合を放映したいと申し入れていました。リーグの経営委員会は非常に乗り気で契約したがっていました。願ってもないオファーだと思ったのです。しかし、ビッグファイブは反対します。BSB は文字通り絵に描いた餅でした。まだ衛星を打ち上げようという段階でしたから。もし BSB が事業に失敗したら、たとえどんな保証があっても全て意味がなくなります。 BSB の経営基盤も未知数でした。その当時グレッグ・ダイクは ITV で週末の番組を統括していました。私が ITV でスポーツの担当になったのは、ちょうどフットボールリーグが BSB に放映権を売る話を進めていた時でした。 ITV と BBC がサッカーの放映権を全部失ってしまうのは決していいことではないと私は考えていたので、この動きを止めてくれそうな人はいないだろうかと聞いて回りました。するとある人物に会って話をしてみたらどうだと勧められたんです。それがアーセナルフットボールクラブのデイビッド・ディーンでした。ダイクはみんなをまとめるために私を利用したんです。BSB とフットボールリーグとの間ではすでにほぼ合意ができていたのです。しかしそれをそのまま認めるわけにはいきませんでした。1988年5月12日、フットボールリーグはテレビ放映権を衛星放送の BSB に売ることにすると発表。これによりフットボールリーグの収益は大幅に増加し、10年間で少なくとも2億ポンドが見込めるとしました。6月3日にはリーグに所属する92のクラブのうち91がその方針を了承。 ITV のグレッグ・ダイクが動いたのはそれから13日後の6月16日でした。ロンドンのレストランでビッグファイブに接触したのです。 ITV がどういうことを計画しているか率直に説明しました。私は BBC と ITV はカルテルを結んでいるのかと尋ねました。一緒に来ていた ITV の交渉担当者は答える必要はないと突っぱねましたが、ダイクはいや答えよう、イエスだと言ったのです。それを聞いてそのまま水を打ったように静まり返りました。サッカー関係者は ITV の代表が初めてカルテルの存在を認めたことに半ば唖然としていました。その瞬間、ダイクは契約を勝ち取ったと言えるでしょう。グレッグ・ダイクの戦略は、ITV がビッグファイブと独占契約を結んで、BSB の契約を妨害するというものでした。ビッグファイブの放映権をフットボールリーグから切り離して買い取り、残りを BSB が取ればいいと考えました。それぞれのクラブに75万ポンド支払うというのです。驚きましたよ。我々のサッカーにはそれだけの値打ちがあるとずっと信じていた金額を突然提示されたのです。その後別の会合で皆さんのクラブにそれぞれ100万ポンドずつ払いましょうと言いました。みんな目を向いていました。アーセナルの1シーズンの総売上は150万ポンド、そこに彼は100万ポンド出すと言っていたのです。The plan put to ITV program controllers in Berkshire today is for a deal directly with the top clubs in England and not with the Football League as a whole. ITV want exclusive rights to the best games and are prepared to pay around £10 million. That's more than ever before and more than that currently offered by British Satellite Broadcasting, who are seeking their own deal. The prospect of a televised Super League comes ever nearer.その後 ITV のオファーは一部リーグの18クラブにまで拡大、フットボールリーグ本部は騒然となりました。フットボールリーグチーフスガダルインプリマス last night for emergency talks which lasted all night. They're opposed to the ITV deal. Any deal which they wish to reach for televising matches must
by virtue of the league regulations, come back to the Football League Management Committee. Lee Walker was the league's head of broadcasting.パニックでした。リーグ全体を大きな家族のように思っていたので、家族がバラバラになると感じたのです。The 12 clubs, including Liverpool, Manchester United, Spurs and Arsenal, stand to make far more money by accepting ITV's offer. The Football League labeled the clubs who wanted to accept the ITV deal as well. They had to be stopped. We cannot countenance these clubs negotiating independently with ITV.Today, Mr. David Deans, vice chairman of Arsenal and one of the prime movers behind the breakaway plan, refused to comment. Mr. Deans and his colleagues in the top 10 will meet tomorrow. The price television would pay to transmit English football was about to take off. ITV offered the Football League £44 million over the next 4 years. 11 million pounds a year.経済的影響力を持っているのは一握りのクラブであるという現実をサッカー界はようやく認識したのです。しかし他のクラブはすでに ESB との契約に賛成票を投じていました。彼らが同意した契約は間違いで、こっちの方が正しいと他のクラブを説得しなければならなかったわけですね。そうです。簡単ではありませんでした。そのために多少の犠牲も払いました。 BSB は失敗する恐れがある。その点 ITV は安定しているとビッグファイブは主張しました。この先確実に放映権料が入ってくるのかと考えたとき、 BSB との契約に多くのクラブは不安を感じたのです。So the clubs changed their minds, followed the Big Five's lead, and voted for ITV. Match of the day on the BBC disappeared. ITV's The Match had the field to itself, and the Big Five remained in the Football League for the moment.1989年4月15日、サッカーの試合中に観客が折り重なって倒れ、大勢が負傷、96人が命を落としました。このヒルズボロスタジアムの惨事が、イングランドとウェールズのサッカーに与えた影響は、計り知れないほど大きなものでした。当時パッド・スミスはイングランドサッカー協会 FA の管理責任者でした。あの週末、私はサフォーク州に出かけました。でも FA カップの準決勝がどうなっているか気になって、向こうに着くとすぐラジオをつけました。そこでヒルズボロで大惨事が起きたことを知ったのです。アーセナルの試合をテレビ観戦していたら、ヒルズボロの映像が飛び込んできました。And the incident occurred 20 minutes ago as I speak now. And if anything, it's looked worse as every minute has gone by because 人々がスタジアムで亡くなっていくのを見るのは実に恐ろしいことでした。生涯忘れられません。私はすぐにロンドンの自宅に取って返しました。あの日はウィンブルドンにいました。ハーフタイムに役員室へ行くとテレビがついていて、生中継の映像が入ってきたんです。背筋が寒くなりました。誰かと話を、いいえ、誰とも。忘れることのできない光景です。サッカー界への大きな継承でした。週明けに我々が真っ先にやったのは、観客席の前にある金網のフェンスを撤去することでした。スタジアムで観客の安全確保に責任を負う立場の人たちは、改革の必要性を痛感していました。そして政治家が介入してきました。Mrs. Thatcher was taken immediately to the Leping Lane end of the ground, to the terracing where the fans died. Margaret Thatcher wanted every fan to have an ID card. サポーター全員に ID カードの携帯を義務付けようとしましたが、これにはサッカー界も警察も反対しました。我々は首相官邸に呼ばれました。首相は何？なぜサッカー界は襟を正して事態を正常化しようとしないのか理解できないと言いました。何十万ポンドもの移籍金を払って有名選手を獲得する余裕があるのに、なぜピッチで暴れる少数のサポーターを排除することができないのかと。
当時タイムズ紙は社説にサッカーはスラムのスポーツだと書きましたが、サッチャー首相も同じ見解でした。その時同僚のテッドがこう言いました。試合中に暴れるのは今の社会に不満を持っているあなたのフーリガンなんですよ。こんなことをサッチャー首相に面と向かって言った人は他にいないでしょうね。首相はちょっと待ちなさいと言い、私は身をすくめました。さあ雷が落ちるぞって。サッチャー首相はイライラしていました。彼女はサッカーが好きじゃないんです。サッカーのことはよく知らないけれど、とにかく早く手を打って事態を収拾しなさいという態度でした。人間が失われているのだから何とかしなさいと。その仕事を任されたのは控訴院裁判官のピーター・テイラー。サッカーファンでサッカーのことをよく知っていました。Lord Justice Taylor's report on the Hillsborough disaster, in which 95 people died, amounts to the longest and most detailed indictment of British football ever made. He said, the lessons of previous disasters had not been learned. 過去の惨事から教訓を学んでいない。 Our national game was blighted by old grounds, poor facilities, 老朽化したスタジアム、劣悪な施設、フーリガン、飲酒、およびリーダーシップの欠如によって蝕まれている。スタジアムの認可、運営、監督に責任を負うべき立場にいる人々は、その体制を厳しく精査すべきである。自己満足は安全の敵である。テイラーは多岐にわたる提言をしていますが、その中で、スタンドは全て座席方式にすべきというものがありました。テイラーの報告書は、プレミアリーグの創設に極めて大きな影響を与えました。というと、あれでサッカーが変わりました。しかしこれほど大掛かりな改修費用をサッカー界はどうやって捻出しようとしたのでしょう。費用の大半はテレビの放映権料で賄われました。テレビマネーがスタジアムの整備に一役買ったのです。テレビマネーはサッカー界が必要としていた改善に重要な役割を果たしました。年間1100万ポンドという ITB の巨額の放映権料がテイラーの提言の実現に寄与したのです。1990年までに一部リーグのクラブのスタジアムは全て座席方式に改修されました。しかしフットボールリーグ内部の不平等は改善されず、ビッグファイブは不満を募らせていました。そして1990年11月、極秘の夕食会の席でビッグファイブはリーグからの離脱を決断します。はっきりしているのは2つだけ。1つは皆さん自身が離脱を望んだこと、もう1つは食事会を開くたびに私が100万ポンドを払ったってことです。ディーンとホワイトが代表で FA にフットボールリーグ離脱の意思を伝えに行くことになりました。あの夕食会を終えた時、私たちは希望に胸を膨らませていました。当時 FA の協議会メンバーだった私は会長にメッセージを届ける役目を任されました。持っていったのは書類1枚ですが、宣戦布告に行くような気分でしたよ。全く予想もしていなかったことですが、我々の要望は歓迎されました。懸念していたようなことは起こりませんでした。それどころかサッカー協会はちょうどいい機会だから提案を聞こうと言ってくれたんです。ディーンとホワイトが会った相手はグレアム・ケリーでした。長年フットボールリーグで働いていたケリーはこの時 FA の幹部になっていました。FA の会長が私に対応を任せたんです。彼らの話に共感しましたか？ええ、共感を覚えました。話をして脈があることが分かったので大急ぎで突破にかかりました。やるしかありませんでした。しかし成功するという自信はありませんでした。FA 訪問の直後、ホワイトは信念を貫いて戦い抜く勇気と決意が我々にはあるだろうと示しています。
その頃私は FA の幹部としてサッカー界の将来像を描いていたところでした。ディーンとホワイトが語った18クラブによる新設リーグという構想は我々の青写真にぴったり合うものだったのです。The FA launched their blueprint in 1991. Football is about big money, and the FA's blueprint for soccer will ensure that their new Premier League will corner as much of it as possible. It will also place the national team at the top of a new A-League structure. Fewer matches in the Super League will mean the squad is fitter to play for England.フットボールリーグは FA がプレミアリーグを新設を支持したことに激怒し、サッカー全体のためにならないと非難しました。FA が分離を承認したと聞いたとき、大体裏切りにあったと感じました。So this morning the Football League hierarchy arrived at FA headquarters to hear that a date for their execution had been fixed. They were shocked and angered. This is the last thing that the man in the street wants or even understands.1991年5月10日、フットボールリーグの最高責任者、アーサー・サンドフォードが FA に怒りの書簡を送りました。サッカー協会は、この100年で最も重要な変更を強引に押し通そうとして、サッカー界の100年の努力が幻想のために危険にさらされている。私はプレミアリーグが幻想だなどとは思っていませんでした。非常に明確なコンセプトがあったのです。プレミアリーグはサッカーの未来につながる構想でした。しかし FA には大きな疑念がありました。強豪クラブが揃ってイングランドサッカーそのものから離れてしまうことです。かつて同じようなことがクリケット界で起きました。ビッグファイブは実際どれほどの影響力を、もしもクリケットのような事態になったらビッグファイブは危険な存在になっていたでしょう。イングランドのサッカー全体の将来にとってですか？大問題になったでしょうね。オーストラリアの実業家ケリー・パッカーは視聴率を稼げるテレビネットワークの構築にクリケットが役に立つと考えました。1977年、彼は世界のトッププレーヤーと巨額の契約を結んで独自のリーグを設立、クリケット界を混乱に陥れました。娯楽性の高いクリケットで高視聴率を稼ごうと目論んだのです。イングランド、パキスタン、そしてとりわけオーストラリアのチームに与えた影響は甚大で、クリケット界は分裂してしまいました。同じようにサッカー界でもトップクラスのクラブが独自にヨーロッパあるいは世界のスーパーリーグを設立し、イングランドのリーグを捨てるのではないかと FA は恐れています。当時の国際サッカー連盟はあまり力がありませんでした。選手を統制できなかった。だから FA はビッグファイブと手を結ぶことにしたんですか？外に出してしまうより中で自由にさせる方がいいと考えました。FA の後押しを得て、ビッグファイブはプレミアリーグ創設の具体的な方法を探り始めます。The clubs are facing major financial challenges from the Taylor Report. Rick Parry had masterminded the Manchester bid to host the Olympic Games. He was hired to ensure that this time the attempt to form an elite league would succeed.こうしてイングランドサッカー協会 FA とビッグファイブはいよいよ本格的にプレミアリーグ創設に取り掛かります。構想を実現するために起用されたリック・パリはまず彼らの懸念事項を検討しました。一流選手が次々と海外に移籍する中で、イングランドの各クラブがヨーロッパの大会でどう戦えばいいのかと心配していました。将来へのビジョンも探りました。変革を願う強い思いを皆が共有していることが分かりました。少なくとも私たちはただ単にフットボールリーグから一部リーグが独立してタイのリーグを見捨てるという形ではなく、全てのクラブに何らかの利益があるような形にしたいと考えていました。
ハリーとビッグファイブはサッカー史に残る変革に向けて秘密裏に会合を続けました。グレアム・ケリーと会うために私がロンドンへ出向くよと言うと、目立つからダメだと言われました。あの時期我々は人目を避けるようにしてホテルの部屋に入ったものです。マンチェスターで開業するときはマーティン&カンパニーという会社名で部屋を予約しました。代表者の名前はミスター・スミス。みんな偽名で予約しました。あなたもスミス？その人、受付でスミス氏に会いたいと言うと、マンチェスター・ユナイテッドの会合ですねと言われました。あなた方ビッグファイブにとってこの計画は絶対他に知られてはまずい最高機密だったのですね。そういうことです。ある時会合の途中で帰らなければならなかったスカラは厨房から出て行きました。反対派に知られたら大変な騒ぎになると分かっていたので、できる限り隠しておく必要があったのです。よくバレずに済んだなと思いますね。断固たる決意でどんどん推し進めました。しかし5チームだけでは足りません。5つではリーグは作れません。時期を見て他のクラブを引き入れる必要がありました。ビッグファイブが加入を働きかけたのはアストンビラ、ニューカッスルユナイテッド、ノッティンガムフォレスト、ウェストハムユナイテッド、そしてシェフィールド・ウェンズデーの5つのクラブでした。我々は1部リーグの一員であると同時に92のクラブで構成されるフットボールリーグの一員でもありました。我々の離脱は他のクラブからはただの金目当ての行動と受け止められかねないのです。ビッグファイブと他のチームとの間に不信感がくすぶっていたことは残念ですが認めざるを得ません。加えてプレミアリーグをいくつのクラブで構成するかをめぐっても意見が割れました。スカラーとディーンは18のクラブでリーグを構成する案を推していました。ビッグファイブの間で意見の食い違いがあったのはこの点だけです。一部リーグの22のクラブを20とか18に減らすとなると少々厄介です。下位で低迷するクラブは不安がっていました。クラブ数が少ないと試合数が減り収入も減少します。さらに離脱の動きを阻む契約上の問題が2つありました。1つは選手は契約で所属クラブに縛られているということ。これについて FA は選手の契約履行義務の対象は究極的には FA であるとして解決しました。しかしもう1つ、フットボールリーグから離脱するクラブは3年前に通知しなければならないという条項がありました。パリはこの解決策を偶然見つけ出します。深夜 FA のハンドブックに目を通していたら、いかなるリーグもそのメンバーに対し6ヶ月以上前の通知を義務付けることはできないという条項を見つけたんです。つまり3年前に通知せよという条項はもともと FA の規則に反していたのです。パリは解決策は FA のルールブックの中にあったとケリーに伝えました。 FA が本気でプレミアリーグの創設をバックアップするつもりなら、フットボールリーグに対してこの条項は協会の規則と矛盾するので認められないと言うべきだ、そう話しました。1991年4月の FA の評議会の議事録にはその通りに対処したことが記録されています。 FA はプレミアリーグを我々の管理のもとに創設するとし、フットボールリーグの3年前の通知義務は FA の規則に矛盾するとして却下しました。こうしてプレミアリーグ新設への道が開けたのです。一部リーグのすべてのクラブがプレミアリーグについて話し合うため集められました。 80% of the first division clubs were said to be in favor of the earliest possible breakaway into a super league as they arrived for today's talks at the FA. もし新リーグの創設に同意しなければ自分たちが見捨てられてしまうと思ったのでしょう。それこそが他のクラブが恐れていたことでした。この日カーターは一部リーグの他のクラブもプレミアリーグを支持すると確信しました。
Well, the meeting is still going on here, but it does seem certain that the First Division clubs will back the decision of Graham Kelly, the FA's chief executive, to take the whole matter to the courts for a legal decision. In the High Court in the summer of 1991, the two leading authorities in English football fought for the ownership of the new Premier League. It was the worst of time ever. It felt alien.FA 高等法院はイングランドサッカー全体の保護に責任を負うのはサッカー協会だと認めたのです。The Football Association, who will take direct control of the new Super League, welcomed today's judgment. But the league, who will be left with just the smaller clubs under their charge, say the new structure won't benefit the game as a whole. What was the Football League's reaction to losing that verdict? I think it was one of despair.1991年9月23日、サッカー協会 FA はロンドンのホテルにフットボールリーグ所属のすべてのクラブを招集、プレミアリーグ構想の説明会を開きました。1部から4部までのリーグがそれぞれの部屋に分かれ、FA のパット・スミスが各部屋を回って説明します。パッド・スミスはよく見えるように部屋の中央の椅子の上に立って、プレミアリーグ創設を訴える熱のこもった演説をしました。フットボールリーグの他のクラブはどうなるのかというような質問は出ませんでしたか。FA はフットボールリーグを切り捨てるのかと聞かれましたが、私は何とか理解してもらおうと努めました。今ここで同意が得られなければ、いずれまた同じ問題が持ち上がることになりますから。そう言ったんですか？一度やらせてみてほしい。残りのクラブが不利にならないようにきちんと運営して、プレミアリーグが確実に成功を収められるようにするからと説得しました。彼女の演説で勝負はつきました。私は次の日花束を送りました。In September 1991, then, the FA Premier League was created with this piece of paper, the founder members agreement. Ironically, after having paid out several million pounds during this football, ITV transmitted its matches for only a further year.衛星放送局 BSB を引き継いだマードック率いるスカイに入札競争で負けたのです。プレミアリーグができる少し前、スカイは初めて西インド諸島からイングランドのクリケットチームの試合を生中継しました。スポーツ中継が人気を得ることを我々は確信していましたから、プレミアリーグの創設は願ってもないチャンスでした。スポーツは視聴率を稼ぐ強力な武器なのです。スカイはいくつかのクラブが今なお ITV とビッグファイブの親密な関係に反感を抱いていることを知っていました。スカイとビッグファイブ以外のクラブが頻繁に会議を開いていました。 ITV は2つミスを犯したと思います。1つはビッグファイブにばかり取り入ったこと、もう1つは入札の最初から適切な金額を提示しなかったことです。ITV は最後の最後に入札額を上げました。トットナムホットスパーの当時の会長アラン・シュガーは心よく思いませんでした。ITV は締め切り直前に新たな入札文書を手渡し、みんなを驚かせました。シュガーはスカイの担当者にこれを知らせ、もう一度入札してギャフンと言わせてやれと言い、その通りになったのです。The Premier League club chairman voted 14-6 in favour of the joint B-Sky B-BBC bid, worth more than £300 million, and in the process rejected a last-minute ITV offer of £200 million over 4 years. ITV はその時放映権を持っていたので、次も勝てると思っていたのです。ところが、土壇場でスカイがもっと高い値をつけました。The deal, the biggest ever in British television sport, was clinched after months of secret negotiation with the FA. Sky were overjoyed. その後5年間、我々はプレミアリーグ、FA カップ、イングランド代表の国際試合を中継できたんです。私は ITV に票を入れて負けましたが、結果的には悪くはありませんでした。Sky の生中継は驚異的な成功を収めました。スカイは必要ならいくらでも出すと言いました。彼らはプレミアリーグを愛情込めて育ててくれたのです。プレミアリーグはそれを作った人たちが思い描いた通りに発展してきたのでしょう。私はリーグをどんな風にしたいなどと考えたことはありません。
ただ我々のしていることがイングランドサッカーの潜在能力を目覚めさせ、クラブサッカーの最高峰に押し上げると信じていました。フットボールリーグからの国は 100% 正しかったと思います。92のクラブと一緒では今日のような成功は収められなかったでしょう。当時はプレミアリーグが今のような地位を確立することを誰も予想できなかったと思います。こうなることが分かっていた人は誰もいなかったはずです。これが世界に冠たるリーグになると予見できた人はいないでしょう。テレビの放映権がこれほど莫大な利益をもたらすようになることもです。今では世界中どこへ行ってもイギリス国内より多くのプレミアリーグの試合を見ることができます。ほとんど全試合が放送されています。ビッグファイブがプレミアリーグ創設を決意したのは1990年のことでした。When I first met you guys, I remember we said we'll offer each of your clubs £1 million. I mean, you want about, you want peanuts. We want 25,000 a club. How much envy do you think there is for the Premier League around Europe? When we first came in the 80s, which league was preeminent at the time? Italy. Italy, absolutely. Way ahead. Spain was two. England was third. Now you can see what a dramatic change. It's been a revolution. Years ago, 80年代までイングランドの有力な選手は皆海外でプレーしていました。でも今は外国から超一流選手がイングランドへやってくる。みんなプレミアリーグでプレーしたがっている。これが我がリーグの質の高さの証明です。現在プレミアリーグは世界で最も裕福で国際色豊かな勢いのあるリーグです。サッカーは進化しました。スタジアムも改良されプレーの質も向上しました。プレミアリーグのオリジナル商品は世界200カ国以上に販売されています。国内のテレビからの総収入は17億ポンド。かつてはイタリアやスペイン、ドイツなどに遅れをとって価値の低かった海外での放映権も今で3年で10億ポンドを超えています。すべての選手がプレーしたいと望み、その試合を多くの人が見たいと望む、それがプレミアリーグです。One of the biggest changes in a century of world football. ロンドンテムズ川のほとりで行われた夕食会がサッカー100年の歴史に大きな変革をもたらしたのです。